さまざまな科学実験の動画をお送りするワクワク科学実験第6回はお家でも楽しめるカラフルな色変わりの実験です。色変わりの秘密はマローブルーに含まれるアントシアニンという色素です。アントシアニンは中性の場合は紫色ですが、酸性だと赤色やピンク色、アルカリ性だと青色や緑色に変わるという性質があります。今回の実験では酸性のレモン汁を入れたのでピンク色に変わりました。アルカリ性の炭酸水素ナトリウムを加えると深い青色になりました。アントシアニンは紫キャベツや紫芋、ナスの皮にも含まれています。現在実演中のサイエンスショー酸アルカリのカラフル実験では紫芋パウダーを使って楽しい実験をご紹介しています。この実験ではマローブルーというハーブティーを使いましたが、バタフライピーという茶葉でも同じ実験ができます。どちらも市販で買うことができますよ。皆さんも科学を味わうティータイム楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。